山陽るみ駅は、兵庫県神戸市るみ区神田町にある、山陽電気鉄道本線の駅。駅番号は、SY11。JR 西日本のるみ駅のすぐ北に隣接しており、乗り換えが可能である。すべての営業列車が停車する。駅ホーム総体式ホーム2面2線の高架駅。定期券販売所と、ローソンフレンズがある。ホームは19メートル車で6連対応。 改札口は地平にあり、東西一箇所ずつ、西改札のみ駅員が配備されている。ホームは2階にあり、階段、またはエレベーターで行くことができる。スルッと関西が発行するピタパと、その提携カードが使用可能。高架化される前は、島式ホーム2面4線で、本線の他に対比線を有する、追い抜き可能駅だった。高架化工事に合わせて、追い抜き駅は、 隣の霞ヶを駅に移転している。電車到着時に採用バスの案内放送をしている。以前は旅客案内装置として直通特急の発車時間を表示した機械が西口に存在したが機械故障とともに撤去されている。2012年5月改札外に LCD 型のホーム外階段付近と以前の特急発車時刻。 案内と同じ箇所にフルカラー LED 型が設置され、旅客案内が改善された。同時に入線メロディー、放送の刷新が行われている。また、ホーム上に運転し、車掌向けの抑止表示機が設置されている。バリアフリー工事がなされており、各ホームと改札外を結ぶエレベーター、神戸誰でもトイレが設置されている。東側改札口西側改札口自動音声。 案内放送では、番線案内ではなく、下り線、上り線と呼称される。一方で、ホーム上のフルカラー LED 案内機では、エイジ案内の場合のみ番線が、改札外の LCD 案内機では常に番線が表示される。三陽蕎麦2018年10月に改装工事が行われ、リフォームされると同時に、タイヤ焼売り場が増設された。日中時間帯は、 直通特急、普通車とも、毎時4本である。朝ラッシュ時の梅田方面は普通車、直通特急、S 特急が、毎時10本から12本。夕方の姫路方面は、直通特急、普通車がそれぞれ毎時5本となり、22時以降には、S 特急も運転される。姫路方面への終電は、JR たるみ駅と比べると1時間以上も早い。 2017年度の1日平均乗車客数は5638人である。山陽電鉄内では、山陽赤石駅、山陽姫路駅、板宿駅、荒井駅に次いで5番目の位置をキープし続ける上位駅である。以下に各年の乗車人員を示す。駅周辺は、るみ区のみならず、神戸市西部でも有数の商業地であり、特に駅北側には、 多くの商業施設が存在する。駅の南側には西日本旅客鉄道山陽本線の垂水駅が隣接している。駅の西口と東口に一つずつバスターミナルを有している。バスロータリー建設前は現在の西口発車便は山陽垂水駅のホーム下から発車していた一方、東口発車便は駅から徒歩7から8分離れた別ターミナルを 使用していた。その名残でバス停名は西口が垂水駅、東口が垂水東口を名乗っている。西口ロータリー建設前は山陽垂水駅の降下した東改札付近から発車していた。当時は1、2、3、4系統しかなく、それぞれ個別の乗り場を設けていた。系統、経営行き先バス会社名東口ロータリー建設以前の 阪神大震災より前は、駅から徒歩7から8分離れた、垂水東口、垂水鈴木橋をターミナルとしていた。京都、京市、行き先北側の商店街付近の道路の幅が十分でなくいい、バス停が駅からやや離れた位置にあるなど駅前の利便性が低い。そのため1990年代から、垂水駅前を、東地区、中央地区、西地区に分けて、 再開発が行われた。その結果、東口側に、レバンテタルミ、西口側に、ウエステタルミの再開発ビルが建設された。また並行して西口、東口のバスターミナルの整備が行われた。依然再開発が行われていない、タルミ駅前中央地区は、商店街の中にあった大英タルミ店が、2005年10月を、 持って閉店するなどし地盤沈下が激しくなったことから、大英のあった中央地区の中の東地区が単独で再開発計画を神戸市に提出した。しかしながら中央地区全体地域のまちづくりという観点から神戸市は東地区単独の再開発は認めず、廃案となったが2010年6月に垂水駅前中央地区市街地再開発準備組合が設立され、 再開発実行に向けて意思決定を急ぐ方針である。ありがとうございます。